ははい、いこんにちは勝又博物館です。さあということで今日はこちら映画見てきました。えっ、ー、と公開が金曜日だったんですけども日曜日にね、えー、息子と2人で見てきましたけども、えー、まずネタバレはなしでいきたいと思います。けども あのー、まあまずね僕がパンフレットを買うということはまずないんですがまあ子供が欲しがったんでパンフレット買いましたと。で、えー、あとこれですね公開記念スタンプということで子供が1回目をした時は、えー、真ん中の部分が全然押せてなかったんで僕が上から押したら全然ずれててでそしたら最後自分でもう一回押すっつって押したらだいぶずれたっていう図でございます。<laughs> で動画撮って妻に送ったらめっちゃ笑ってましたね。<laughs> はい。ということで、えー、めちゃめちゃ面白かったです。<laughs> ちょっとびっくりしましたね。あのー、まず最初にセイバーのこっちの方が20分。20分だったかなで、こっちが80分かな多分。で、合計100分。1時間40分かな多分。違うっけ 公開時間どんぐらいだろうでもまあメインはね「01」の最終回のその後のお話あの最終回最後伊藤英明がね出てきて「仮面ライダーエデン」ということで「えどうなっちゃうの?」みたいな「アーク様」っつってアズもいて「どうなっちゃうの?みたいな」って思いましたけどもその後のお話その後のお話。であのこの「セイバー」の方はもうネタバレなしと言いますか20分しかないので。 もう端的にお話しするとネタバレなしというか、まあ、これはもうネタバレなのか分かんないけど、まあ、一応ちょっとお話しすると、まあ、この「ファルシオン」っていうあのアマゾンズのねああのた谷口谷口雅史って読むんだえバハト役谷口雅史さん、はい、アマゾンアルファ役高山陣としても有名な、ね、人が演じてる人なんですけども「不死鳥の剣士と破滅の本」ということでバハトはね 悪いやつです <laughs> 悪いライダーでございます。えっと「謎の男バハトが派遣ブレードライバーとエターナル・フェニックス・ワンダーライドブックを使って変身した不死身の剣士圧倒的な強さで仮面ライダーたちに迫る」ということでえまあこんな感じでねかっこいいんですよ。でえまあこれはもうプレミアムバンダイでおもちゃね受注してますので破滅の本は受注してませんが。 まあ彼がワンダーワールドというかもう彼がまあとりあえず襲ってきて <laughs> 襲ってきて、えー、みんなが全,全剣士が出てきて戦う倒すっていう映画になってます <laughs> あのもう本当ね内容がないんですよね内容がない。あのもういつも通りなそうそうあ まあ、天候盛りだねあ全ライダー出てきて戦ってで最後に、えー、とこれもプレミアムバンダイですね「エモーショナルドラゴンワンダーライドブック」あこれ裏にあったな確か後ろにね広告がいっぱい載っててあそれは違うわ広告があるのはこっちだ「エデンとヘルライジング」の方だでもまあこんな感じで、まああの「エモーショナルドラゴン」も今絶賛受注受付中なのでプレミアムバンダイにて。 えー、プレミアムバンダイ商品が出てきたなーって思いながら見てました <laughs> あ20分のうちにプレバン商品ポンとこうあ勝手に出てきたなーってまあでも内容的に面白いかというとセーバーの方はまあ分かりやすくていつも通りで飽きることのないまとまったお話 <laughs> もうここにね「あのイントロダクション」と「ストーリー」って書いてあるんだけどこれを読めばねもういいまるっと分かる。 もう、わからない映画を見なきゃわからないっていう点が何もないですね。<laughs> セイバーに関しては。はい、そして、ゼロワン、リアルタイム。まあ、これ、あのー。もう、ここにゼロワンとゼロツーがいますけども。俺も、なん、え、なんでゼロワンとゼロツーいるん。って思ってたんですね。なんでゼロワンとゼロツーいるんだとか思ってたんだけど。あとは、本当、このエデンもかっこいいし。 あのー、なんかねとりあえずほんと面白すぎて <laughs> あの途中ね泣きました <laughs> あのいつも「仮面ライダー」見て泣きましたとかっていやいや泣かねえからとか思ってたけど何だろうね年かな俺年取ったのかな分かんないんだけど、あのー、後半のねとあるワンシーンで、あのー、やっぱ高橋君の熱演と。 まあそのこの糸秀明の演技のうまさまあ糸秀明もう告白みたいじゃん告白じゃなくてあのサイコパス役のさ映画やってたじゃんなんだっけ告白じゃなくてなんだっけかあの先生役のさやばいやばい先生のやつめっちゃ人殺すやつ調べよう名前告白だっけ悪の経典だ悪の経典 『悪の経典』の映画のイメージがちょっとまんますぎてすごいうまいしねでもなんかこういいんだよね内容がねまとまっててすごくいいマジでびっくりするよほんとにめっちゃいいよだから正直「セイバー」の方は もう別に見なくていいなってすごい思うんだけど『ゼロワンの方はね、あのー、もう一回見たいと思うし『あの本編からもう一回ちゃんと見たいよねゼロワンさ俺やっぱ最初は面白かったけど「まあ、仮面ライダーあるある」なんだけど三部作構成になってて「仮面ライダー」って50話あるうちの大体15話15話15話みたいな感じで,でその三部作のうちの大体俺真ん中が嫌いなんですよあんまり好きじゃない。 あのどのライダーも一番最初の1話は「中間パワーパフォーマーでこう」とか「次のライダー出てくるまで」とかこうすごいテンポが速くていいんだけど中間のそのなんかもうダレ会「誰るかい」「誰かい」みたいなのがすごい好きじゃなくてで最後のクライマックスに向けての最後は面白いみたいな「ゼロワンもそうだったんですけどいやー面白いね本当にあのびっくりしました。 だいつも、ね、大体ねワンシーンぐらいね寝ちゃうことが多いんですけど映画見に行ってど,どの映画見に行っても結構1個のシーン見てないみたいなあのうたた寝しちゃう時あるんですけど今回のはねあの睡眠不足で行ったにもかかわらず全部見,見ちゃいましたね本当にだからねすごいね 面白いいいとと思う <laughs> あのー、作品としていい仮面ライダーとしていいじゃなくてほんと作品としてねすごく良かったですねだからもうなんかやっぱ演技力なんだろうね本当にあとはまあやっぱ作品もだしであとはやっぱこの「01」のこの変身音とかがかっこいい、あのー、映画館で見るとこっちから聞こえてこっちから聞こえてってなってるからあのー ライゼンホッパーとかこういろいろなんかブレイクダウンとかス,ティスコピオンとかなんかこうバーニングファルコンとかもうすごいねめちゃめちゃかっこいいんだよねそういう音声がまあそうそんな感じですごい面白かったですでこのパンフレットの後半の方に、まあ、こうやっていろいろねバンダイの番線がね番線書いてあるんですけどもこうやってねバンプレストとか。 急にね時計ののページが来るんでですよでこの俺絵が見る前になんだこの時計と思ってなんでこんな時計なんてこんなね仮面ライダー祭りなのになんで時計なんてと思って見たら本編で,つけてましたでうまい具合にちょっと目立つようにその腕時計の部分を映されるシーンがあってでこれを見ると、えー「レイダーシーバード」。 仮面ライダーセイバー主人公神山トーマ着用歯車とゼンマイからなる機械式時計は異世界でも電池や電源の心配はいりません、えー、そしてレイダーブディープブルー01主人公秘伝あアルト着用歯車とゼンマイからなる機械式時計はハッキング,からしハッキングされる心配はありませんでどっちもね値段が究極に高くてこっちが19万5,000プラス税と26万プラス税という。 そんな高いさ時計買うやついるって思うけどねあの時計ってこれまた面白い話ですごい高級時計を買うかはたまた現代で言うとアップルウォッチとか電子的なねウェアラブル時計みたいなのを買うかもしくはもうすごい安いカシオとかあとはもうなんだろう G ショックみたいなねそういうもうブランドが確立されたものを買うならわかるんだけど。 こういうい中途半端なね何十万ぐらいの中途半端な,なんか多分まあでもすごい時計メーカーなのかもしれないけど知れないけどちょっとねなんかこれ買うんだったらア w プローチ買った方がいいんじゃないとかと思うけどまあでも公式のねその着用モデルがもう全身コス腕時計までっていう人なら買ってもいいかもしれないけど高いよね服買うよね。 二十何万だったら服買うよね。本当に。あの、このジンのスーツ買うよね。ジンのスーツも確か何十万でしょ。いやー、でも本当に、あのー、こういうのもあるんだなと思いつつ。あと、ここにちゃっかりね、えっ、ー、と、滅亡人雷ネットの、えっ、ー、と、新しい DVD、ブルーレイ。えー デラックスマスブレイン絶妙ライズキー滅亡人雷ドライバーユニットが付属している、えー、おもちゃ付きのねまた発売されます得意ですね毎年で僕はあの本当にね、えー、こっちのシアター限定のグッズは何も買いませんでしたまあもともと例年買ってないんですけどもはいということで本当にね面白かったなかっこいいんだよね やっぱこのゼロワンに出てくるライダースーツが全部やっぱそう考えると令和1一発目のライダー本当成功成功だなって感じするね最後にねヒデアるルトもギャグ言うんだけどねまあまあそれも安定の滑り具合だしと <laughs> いうことでそんなこんなで気になる人まだ見に行ってない人はこれはぜひ見に行ってみてください 俺今回前売り買わなかったのほんとミスったと思った1900円大人1900円でたっかと思ったもんね、うん、子供は800円で安かったけど <laughs> はい。親子ービーチケ普通に1300円ぐらいだったよね確か1800円ぐらいかなわかんないけど買えばよかったはいそれではまた明日